茶なことは分かっているさ。今回はとんでもない発見をしてしまったので動画にしてるよ。スタンプ後半で登場したばかりの脅威、長い効果時間と敵兵力の対象にならない。出撃効果で相手するのが苦手な人もいると思う。そんな脅威に完璧なまでに強く出られるメタカードが直近情報修正に隠されてたよ。大化けの地下の強力は戦場にいる味方部隊が敵部隊より多いほど武力が上がる。脅威は敵勢力の対象にならない効果を持つから、この場合の敵はゼロ部隊扱い。大場の徐々に回復する効果はかなり高く、武力プラス11の上昇値ならまず効果中に倒されることはないと言ってもいい性能を得ることができるよ。式7に対して式4でパワー勝ちできる完全なメタカードや。これが俺の全力だ。まだ俺は波乗りだ。貫け波乗りだ。帰水産。どかんじゃー。くらめて打ち抜け。いよ、今陣なる獣が天地をかける。大波に乗るぞ。やるな。食らいなさい。くせ者。だれよ。食らいなさい。だれよ。前回の情報修正で効果時間が伸びたから長い号令よりもさらに長い。切れ際を狙ったカウンターが可能。3の方つられて波乗りだ。負けるわけには。つられて波乗りだ。次へさせぬ。大波に乗るぞ。まだ俺は息子を頼む。流派発動。三の方やれ。流派発動。一の方つなめて。正に転じる。やるな。いよ、今陣なる獣が天地をかける。くせ者。食らいなさい。えよ。大波に乗るぞ。前期開始。前期開放。
ょう。まだ俺は食らいなさい。さえよ、さえよ。最前線、いい景色だ。流派発動。身の肩食らいなさい。悪魔め、お立ち立て。続け超四流が、この戦を切り開かん。お前を信じている。食らいなさい。赤き星か。かける。息子を頼む。かける。ついえさせぬ。くそ、下がれ。食らいなさい。どこんだ。食らいなさい。二次大差から回復効果がつく。回復効果は舞台差関係ないから、カウンターの起点にも使いやすい。流派発動。損見ろ肩。波乗りだ。出陣。波乗りだ。負けるわけには。今回は2試合やるよ。対脅威の優位性はこの1試合で示せたと思うから。2試合目は昨今わら使いが頭を抱えがちなホリゾン義時相手の試合を選んだよ。よろしい、我が輩が相手に。発射。打ち抜け。私が支配。どうぞ。波乗りだ。撃て。波乗りだ。波乗りだ。悪魔め、これが俺の全力だ。やれ。波乗りだ。流派発動。一の肩。くせ者。おら、倒れんぞ。3、3。おら、波乗りだ。撃て。おら、打ち抜け。おら、打ち抜け。発射。おら、捨て物。捨て物。おら、発射。俺が許可する。クオン分子を排除せよ。
動。見ろ肩。撃て。貴様も道連れにしてくれる。悪魔め。まだ俺は。発射。許可する。クオン分子を排除せよ。流派発動。見ろ肩。これ水産息子を頼む。発射。戦況に応じて形を変える。それが戦よ。撃て。目が見える。どうぞ。バカだ。倒れんぞ。まだ俺は。公正に転じる。波乗りだ。引き上げますか。容赦はしない。めんどくせえ。大波に乗るぞ。流派発動。一の型。撃て。目が打ち抜け。発射。お達者で。日本の波に乗れるのは一人だけだ。行くぜ。ここは大場を連打することを想定して、戦場にいる味方部隊数を稼ぐためかよ。なまだ城に来したくない。大波に乗るぞ。流派発動。三の肩。打ち抜け。うるせえうるせえ。やったもん勝ちだ。発射。波乗りだ。波乗りだ。いざ出陣。撃て。波乗りだ。息子を頼む。まだ俺は。
ご視聴ありがとうございました。脅威が苦手に感じてる人にぜひ試してほしい一枚でした。